チーム全体みんな上を向いてやってますし、はい、まあ、そんなに上位とも離れてはないので、そうですよね、ここで入れ替わり激しいですからね、はい、そうですね、まあ、連勝さえすれば本当に上に一気に上がるので、はい、うん、すごい高いモチベーションでみんなやってると思いますですね。そして風間選手どうでしょうか、ご自分意気込みは。そうですね、はい、ちょっとアウェーで勝ちきれない試合がどうしても多くて、はい、まだアウェーで1勝しかしないっていうのが見えたと思いますけど、はい、まあ、その分やっぱ大銀ドームでは負ける気がしないので、うん、はい、そこは絶対勝つっていうのは前提で、まあ、その中でまあアウェーの勝ち星を、まあ、詰めれればまあいいなと思います。お聞きになりましたが、大銀ドームでは負ける気がしないという力強いメッセージ、大きな拍手をお願いします。さあ、その大銀ドームでのホーム、ザ・スパ・え、草津群馬戦ですよね。24日、明日です、まあ、明後日かな、日曜日に、控えているんですが、でこちらは大分銀行ドームホーム戦、午後6時キックオフでございます。そして9月6日、ちょっと先になるんですが、もう来週で8月終わりですからね、秋がやってまいります。ここは大分総力戦、大分市ホームタウンでロアッソ熊本戦控えています。こちらはホームで午後7時キックオフ、大分県民無料で招待とビッグイベントですもんね。多くの方に足を運んでほしいですよね。やっぱり生で見るってどんな魅力があると思いますか。そうですね、まあ、見る人にとってはやっぱり迫力があるし、スピード感とかも、テレビで見るよりは違ってくると思う、まあ、何より僕らもその声援を受けれることで、一人でも多い声援を受けるとすごい頑張ろうって思えるし、それが力になると思います。何よりも皆様の声援が後押し、力になるということですので、まだ見たいないという方は、鳥に魂を知っているけど生の観戦をしたことないという方は、あの臨場感と勝利をした時の、あの一体感のスタジアムのムード最高ですからね、感じていただきたいと思います。ではトークショー最後に皆様にメッセージと意気込みをお願いいたします。まずは松本選手からお願いします。そうですね、今現在8位という順位ではありますけれども、まあ、上位に全然いける位置にはいるので、まあ明後日の群馬戦まず勝って、そして、まあ、次のアウェーの愛媛戦も勝って、そして9月6日の、まあ、総力戦に本当一人でも多くの方に足を運んでいただきたいので、そこで3連勝で締めくくれればまずはいいかなと思います。なるほど、はい、そして笠野選手、まあ、同じく次のまず群馬戦を、まあ、ホームですし、まあ、絶対勝って、まあ、苦手ではありますけど、次の愛媛アウェーですけど、まあ、そこで必ず勝って、まあ、2連勝すれば、まあ、熊本戦もより面白い試合になると思うし、あのサポーターの方もすごく熱くなってくださると思うので、はい、まあ、そこで必ず3連勝したいなと思います。本日は会場内にサポーターの方、ファンの方多くいらっしゃっているとは思います。九州イディークの中もですね、 J2、J1 非常に勢いのあるチームたくさんあります。そんな中でも九州の中でも一番に輝いてほしいのはトリニータですよね。大きな拍手をお願いいたします。期待しております。これから終盤戦ね、もっともっと熱くなると思いますが、皆様の応援を背に頑張っていただきたいと思います。本日のトークショーをおいでいただきましたトリニータの選手は松本玲選手、笠間光也選手、お二人に大きな拍手をお願いいたします。さあ、後ろまで見えないぐらいぎっしりとお客様集めてまいりました。多いですよね、今年は例年以上に多いです。お二人の力じゃないでしょうか。さあ